はい、皆さん、おはようございます。えー、今日はですは、ね、土曜日の朝です、ね、1週間の、えー、投資結果を報告していきたいと思います。えー、まずね、日経平均が、えー、金曜日はあなんと428円上がってます。で昨夜、あのニューヨークダウンもお連続続進で、えー、3万3400ドル近くまで、えー、上がっていますね。横ばい で、えー、ですね、えー、現状維持をしているというところですね。はい、では、日経平均の、ね、チャートを見てみましょう、はいえー。こんな感じ。1年間を見ると、ジグザグ、ジグザグですね。2万6000から、えー、2万8500円ぐらいですかね。この間を行ったり来たり。で、今ね、え2、ー、と7000、二万8000ぐらいですね。ですから、あ 高いいに来てます、はい、では3ヶ月チャートで見ると、えー、直近で一番低かったのがあ1月大納会のあたりですね大発会のですねえー、が一番低くて今は一番高いです、はい、で、えー、とよく言われるのが、ねえー、節分天井お彼岸が一番低いとね、えー というふうに言われてますがあ、ね、節分が一番今高いですね。節分のあたりからずっとちぐざぐ。予言の通りねあの、えー、節分天井になってます。はい、で、えー、彼岸底というけれども、これから下がってくるという、ねえー、のがあのです、ね、言い伝えではよくあります。はい、で一1年チャートで見ると、うん、1年前ね、えー、お彼岸のあたり、あ確かに低い。 はい、で、えっ、ー、とお、権利確定の、えー、3月下旬に向かって上がってきますね。ですから、これからね、株価が下がっていく。だからね、株はね、今買わない方がいいのかな。売るんだったら今なのかなっていうところですね。に値してます。あのー、想定されています、はいえー。毎年これは同じなのか、ね。じゃあ、2年チャート見ましょうかね。2年前。 あそんなことないな。2年前は。そんなことないです。まあでも、一般的なあの傾向だってことが言えるようですね。はい。だから今ね、あの株は買うんじゃなくて、えー、ずっと含み依存だったものを一回売却するような感じですね。はい。私はね、正直言って、先に言ってきますけど、えー、売りません。で、買いもしません。今ね。はい。とりあえず生還してます。 で次買うのはね正直言って権利確定した配当金の権利確定した4月ですね、えー、セルインメイって言ってね5月に買う人が多いんですよねだから4月下旬から様子を見て5月、ね、ゴールデンウィークのあたりで、えー、決断していくというのが、あのー、一般的な感覚だと思うんですね 今のところは今、何もしてない、生還するというところで、えー、配当金を待つような形となります。はい。ではね、ポートフォリオを見ていきましょう。はい、で、えー、と私のね、えっ、ー、と収益は、なんと金曜日があの9万4700円上がってますので、えー、勝率が23.93%、えっ、ー、とね、24%近く勝率が上がってます。はい 今最高値に来てるんでね、えー、これから減ってくるとは思うんですけれども、消費者はそのぐらいになってます。ですから、なんと、えー、私の、えー、株価、1160万ぐらいやってます、はい。1000万になればいいよねって思っていたのが懐かしいですね。はい、だからそれから160万ほど増えました。はいね、正直言うと、 ねあのー、200万ほど増えてるとかですね、この1年間で。はいね、で、えー、利益も、えー、ぶっちぎりの234万になってるってこというところです、はい。だから、えー、誰か、まあ、僕みたいな素人が何やってもこのような値になったんで、誰がやっても、えー、そうですね、えー、勝てる時期だったんですね。はい、で、様子を見てみましょう。 各銘、えー、柄の状況です。はい、で、良、えー、かったのが、あ昨日良かったのがオリエンタルランドですね。はいえー、とい一時期ね、えー、かなりもうあの100 180円ぐらい上がったんですけど、はい、最終的に95円アップで、でなんとね、買った値段の倍、えー、109万ぐらいだったのが、今218万になってますから、ほぼ倍になってます。はい オリエンタルンドこれ、本当にね、いいですよ。オリエンタルランドね、はい。あとはね、じんわり上がってる感じですね。はい、松屋フーズ。はい、これはもともと含み損なので、えー、いいんですけどね、ね、えー、1.5%アップ、はいえーとあ。サイゼリア。サイゼリア、大爆発しますね。5.87%アップですね、はい。これは何だろうね。うん すごいすごい上がりですね。えー、全勝、はい。外食産業がいいですね。上がってます。えー、日本取引所 JPX。JP X マフこれあれかな、えーで。イオン。日産。あ、なんと、嬉しいことに日産、久々に含み益に転じていました。はい、今までね、あの含み損だったんですけど、黒字に回復です。はい えー、今ね、すごい業績がいいからね、これはどんどん上がっていくと思います。しばらく持ちましょう。えー、それから、大きいですね。はい。えー、相変わらずダメなのが、えー、と、西松建設、なかなか上がってこない。黒字にならない。で、任天堂、まあ、それぞれああ若干上がっていく程度で。 とてもじゃないけどダメですね。で、トヨタですね。この3社、これがね、えー、昨年末からあですね、期待して買ったんですけどあ、上がってこないですね。これさえ買わなきゃね、買わなきゃ100、十10 12万ぐらい損してますね。十二万ぐらい損しちゃってる。これさえ買わなければ、さっきの含み器がね、12万ほどさらに多くなってるんですね。はい。 えー、今後に期待したいと思います。ではね、めちゃくちゃ良かったね。今日はね、えー、サイゼリア。サイゼリア見ていきましょう。はい。えー、1週間チャートね。ほら、えー、1週間。ぐーんと上がってますね。もう毎日バンバンと上がってます。1ヶ月チャートだと、あまあ、ここ2月下旬から。 下旬からうなぎ登りですね。はい。業績よっぽど良かったんでしょうね。はい。えー、サイゼリア、えーと。株主優待かな。これ、権利確定があるのかもしれないですね。株主優待は、うん、8月末なんで、まだまだしばらく来ないですね。はい。うん100株だけなんでね。うん、これはもっと買っとけばよかったです。 はいえー、っと状況的にはそうねうん配当はあまり良くないですけどねよっぽどね業績が良かったんだろうな業績予定はああなるほど利益が上がってるんだな当期純利益上がってる、はい、2年間ダメだったんですけどね売り上げはねずっといいんですよ、はい 営業利益が悪かったということはいろいろね、こう、あの、設備投資が悪かったの、あのね、費用かかってしまったのと、えー、で、値上げしてないんですよね、ここね、あの、さイず入れたわけですね。だから、あの、さらにね、業績が上がっていく可能性が高いです。はい。超人気ですね。ということが言えます。はい。で、あとね、あのー、期待したいのがね、配当金がこれからね、 期待したい中で、ソフトバンク、えー、1540円ぐらいになってますね。はい。これ、私は1000個持ってますんで、はい。これ、期待していいですね。はい。えー、それからね、後イトはね、あんまり持ってないですよね、ソフトバンクぐらいでね。後イト名柄ね。あ、そう、JT、JT ね。はい。この辺、期待したいと思います。あの、ええー、3月末に向けてね、どんどん上がってますね。 あそう最近ね、回復基調にあるのが S&P500、はいね。アメリカのあのー、ね経済影響を受けるところなんですけども、えー、これも含み損だったんですよね。あのー、含み損の時にね、もっと買い増ししとけばよかったですね。結構回復してきます。はい、S&P500。ねここのあたりをね、ちょっとね、投資してなかったんで、あのー、例のね、あのー おー任天堂なんか買うんじゃなかったですね。その分の予算があればこっち買えばよかったですね。はい。ということでね、あのー、ええー、とですね、えー、ポートフォリオね、あの正直言って、この半年で200万ほど増えました。なん何にもせずに。はい。えー、買い足ししたのはね、逆に良くなかったですね。買い足しない、ずっと持ってるやつが、あ 県庁に上がってきました、はい、という結果ですね、はい、今言ったね、あのオリエンタルランドとか、えー、ですね、えー、サイズエリアとかねあ、外食産業すごくいいですね、吉野家、えー、とかね、全商、それが、あのー、かなり株価を上げてくれて、えー、ですね私のあの株,株お小遣いがどんどん増え,増えています。はい、あのー これね、あの、今高いんでね、買わない方がいいと思いますけど、下がった時に狙ってね、皆さん解体した方がいいんじゃないかなというふうに思いました。はい。ではね、今週の状況でした。はい。以上です。